第3代ブリッジウォーター公爵、フランシス・エジャートンの肖像画第3代ブリッジウォーター公爵、フランシス・エジャートンは、イギリスの貴族。ブリッジウォーター運河の建設者として知られる。1736年5月21日、初代ブリッジウォーター公爵スクロープ・エジャートンとその妻、レイチェルの間の六夫として、ウォーズリーで生まれた。 兄に第二代ブリッジウォーター公社区位を継承するジョン・エジャートンがいる。1748年2月に死去した兄から社区位を継承した。公社区はボーズリーに炭鉱を保有しており、そこから産出される石炭をマンチェスターまで輸送する運河として1761年から義士、ジェームズ・ブリンドリーの指揮のもとにブリッジウォーター運河の建設を開始させた。 この運河はイギリスで最初の運河であり、またこの運河の成功をきっかけにイギリス各地の運河建設が加熱して運河教時代と呼ばれる時代が到来した。そのため公爵は英国内陸高校の父と呼ばれた。1803年3月8日にロンドンセントジェームズのクリーブランドローで死去。子供はなく、彼の死と共に継承資格者のないブリッジウォーター。 公爵クライと、ブラックリー公爵位は廃絶したが、ブリッジウォーター白爵位をはじめとする3つの、イングランド貴族爵位はいとこにあたるジョン・エジャートンに、継承された。1748年2月26日に、兄ジョン・エジャートンの死去により、以下の爵位を継承した。死後、ブリッジウォーター公爵クライと、ブラックリー公爵位は廃絶。それ以外は、重慶帝ジョン・エジャートンが継承。 結婚しておらず、子供はなかった。ただ1759年頃には、陸軍軍人、ジョン・ギャニングの大佐の娘エリザベス・ギャニングと関係を持っていたと言われる。ありがとうございます。